東海、政治家、身長196センチメートル、体重125キログラム、1996年アトランタオリンピック95キログラム長級で優勝、2000年シドニーオリンピック100キログラム長級でも優勝しに連覇を達成している。そのシドニーオリンピックの決勝戦では、日本の篠原慎一と対戦して勝利するも、五神問題が生じて、日本では、 疑惑の金メダルと報じられた。後に、国際柔道連盟は、正式にこの試合において誤信があったことを認めたが、試合後に判定が覆ることはないという、国際柔道連盟の規則により、ドゥイへの優勝はそのまま認められた。当時は、ビデオ判定がなく、この試合をきっかけに導入に向かっていった。2009年のフランス国民議会補決選挙に、 ウハヨ党の国民運動連合より出馬し、当選、政界に進出した。ニコラー・サルコジ政権下では、在外フランス人担当閣外省と務めていたが、2011年9月に、スポーツ省に就任。2018年1月に、フランスの政治資金審査当局は、2016年度の政治家としての資産報告に過少申告の不正があったとして、ドゥエを検察へ、 刑事告発した。9 5ラム超級での戦績1 0 0ラム超級での戦績。ありがとうございます。